あのオウム真理教を批判してですね、その被害者の会の設立に尽力された坂本堤弁護士というのが、はい、オウムの真理教に家族一緒に殺されてしまったという事件がありましたけれども、この殺される直前にですね、坂本弁護士はそのオウムの人たちと、その未成年で出家した子供を返せという、その親からの相談を受けて、オウム側と交渉してたんですね。で、その交渉の席で、上祐文弘という人がですね、こちらには信教の自由がありますからって啖呵を切ったらしいんですけれども、その時に坂本弁護士は、人を不幸にする自由はないと言い返したという話が残ってまして、もうここに集約されるんですね。信教の自由というのはもちろん憲法で保障はされているけれども、それによって他人の人権を侵害していいことにはならない。その信教の自由は無制限ではないんだというのが、もうこれは後のそのカルト問題の取り組みに何十年にもわたって影響を及ぼしている考え方で、いまだにもう我々の原点とも言える考え方ですね。なるほど、その例を教えていただくと、とてもストンとこう納得できるように思います。そうすると、人を不幸にするっていう場合、その家族の中の誰かがこう何かを信じたとしても、はい、その人がこう家族からいなくなってしまったり、はい、あるいはこう家のなんていうかお金とか、はい、なんかそういう財産なんかをこう貢いでしまったり、はい、あるいはその自分が信じたからといって子供をになんかこう被害が及ぶような行為をするっていうのは、はい、そういう自由はないんだと。そうですね。で、そういうことをするのが皆さんがそのカルトに取り組む皆さんがこう定義するカルト。はい、はい、そうです。最初にこの団体はカルトだっていう、こう頭ごなしにトップダウンでこうしていくわけではなくて、その実際の被害とかからこう拾ってくる感じなんですね。だから定義ありきで、ここはカルト、ここはカルトじゃないっていう判定を行ってる機関っていうのは世界のどこにもなくてですね、我々もそんなことはしていなくて、やっぱり問題の質とか度合いによってちょっとカルト性が強いなとか、それほどではないなというような形で見てますんで、まあ、そのあまりにひどい団体だと、誰が見てもこれはカルトですよねっていう団体はもちろんあるんですけども、微妙なラインもあって、詳しくない人から見るとどこがカルトなのか分かんないっていうけれども、詳しく見てる人間からするとこんなにはっきりした人権侵害があるから、例えばオウムほどじゃないにしてもやっぱりこれはカルトに含まれるんじゃないかという見方をできる場合もありますし、そういう独自の視点を持って、はいはい、こうカルトを追ってやる。ご出席の皆様、日本国前内閣総理大臣の安倍晋三です。 Good morning. I am Shinzo Abe, former Prime Minister of Japan. It is an honor for me to speak together with my good friend, former US President Donald Trump at this Rally of Hope, hosted by UPF in the presence of heads of state, parliamentarians, and religious leaders from 150 countries, addressing today's problems and engaging in dialogue on how to create a better world.My hopes and expectations are especially high for Think Tank 2022, which is set to be launched this time to play a significant role. Today, in honoring Dr. Park Ji-hyun Moon and all of you, I would like to express my profound thanks to your tireless efforts through UPF in resolving disputes in the world.Especially in relation to the peaceful reunification of the Korean Peninsula, while the Tokyo Olympics and Paralympics were held amid the ongoing pandemic, they have become a special historical event and were safely concluded amid much hope and inspiration. I would like to take this opportunity to thank everyone around the world for their support. Despite numerous hurdles, including an unprecedented one-year delay, no athletes were allowed to go outside
開催できたアスリートの姿は世界中の人々に勇気と感動を与え、未来への明るみを灯すことができたと思います。そして、イデオロギー、宗教、民族、共感、そして、宗教、民族、国家、人種の違いを超え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 て、To once again realize the bond that unites humankind. Globally, people are experiencing anxiety over the COVID-19 pandemic. We are currently experiencing an abnormal situation where people are trying to decide whether totalitarian states or democratic states are superior. Human bonds.Can never be formed by love, by force. 自発的なものではなければ人と人との絆は自由と民主主義の原則によって支えられなければならないと信じます。一部の国が全体主義覇権主義国家が力による現状変更を行おうとする策動を阻止しなければなりません。私は自由で開かれたインド太平洋の実践を継続的に訴え続けました。そして今や米国の戦略となり欧州を含めた世界の戦略となりました。自由で開かれたインド太平洋戦略にとって台湾海峡の平和と安定の維持は必須要件です。日本、米国、台湾、韓国など自由と民主主義の価値を共有する国々のさらなる結束が求められています。UPF の平和ビジョンにおいて、家庭の価値を強調する点を高く評価しています。世界人権宣言にあるように、家庭は社会の自然かつ基礎的集団単位としての普遍的価値を持っているのです。偏った価値観を社会革命運動として展開する動きに警戒しましょう。いつの時代も理想に向かう情熱が歴史を動かしてきました。理想の前には常に壁があるんです。よって戦いがあるのです。序列を持って戦う人が歴史を動かしてきました。That have changed and moved 自由と民主主義の価値を共有する国々の団結、台湾海峡の平和と安定の維持、そして朝鮮半島の平和的統一の実現を成し遂げるためには、とてつもない情熱を持った人々によるリーダーシップが必要です。この希望を全身大会が大きな力を与えてくれると確信します。ありがとうございました。 Thank you very much. まず総理、大変感動的な演説。